コロナですけどね、はい、インド株ってのは怖い。インドが今すごい状況になっちゃってるんだけどな、はい、そうですね、うん、インドの二重変異株、はい、これについて非常に強い不安を抱いてます。英国株が出てきた時もどうなるかを見ていたら今のような事態になった。二重変異株が何をもたらすかは英国株の時以上に慎重に見ないといけないと。でも英国は今ワクチンで一応収まっちゃったわけですよね。そうです、そうです、うん、そうです。その変異種が出てもね、はい、うん、だから変異株が出ても本当にもう全然アメリカなんかも独立記念日には正常化宣言するってバイデンが今言ってますから、ね、うんうん、ぐらいですよね、はい、それであのなんかあの死者数も要するにその何でもかんでもコロナにしちゃってね、はいはい、そうそうそう、要するにそのもう年取ってね、うん、あの別な原因で死んだ人もですね、はい、まあ、陽性だったらみんなコロナで死んだみたいな感じ、はいはい、陽性かどうかも分からなくてもですね、はい、そのコロナで死んだ方がですね、はい、あのお金がもらえるからってですね、うん、コロナで死んだことにしてるという説もあるんですね。そうですね、だからそのあの死者数も分かんないと、はい、アメリカのね、うん、うん、そうです、そういや本当そういった状況ですけど、アメリカはもう、うん、正常化宣言に向かってますし、うん、もう今アメリカにいる人たちはほとんど夏のバカンスの予約に必死っていう、うん、その話題ばっかりだっていうことですからね、うん、はい、えらい違いですよ。日本これからワクチン打てるのかっていう話が今出てますんで、うんうん、ワクチンは7月末までにやると菅さんね、はい、言ってますけど、あの老人たちには、はい、どうなんですかね。まあ、ゴールデンウィーク終わっててから、うん、3000万人分はもう確保してると河野大臣が言ってたんで、うんね、うん、だから一回その6000万人分契約を厚労省が失敗してキャンセルされちゃって、うんうん、その後はすごく多分官邸主導で巻き返したんじゃないですかね、うんうん、相当な数を、ね、世界中のワクチンをかき集めてるみたいな感じですよね、うん、今だからやっぱそこは菅さんが剛腕だなと思うんですけど、うんうん、最後日本医師会を崩せるかどうかじゃないですか、うん、でもまあ一応昨日から後なんかで協力するっていうことは言わせましたからね、はい、あの中川もそう言ってたからね、医師会長もね、はい、ただあれでしょ、うん、でもまあ、あれで会社にも打たせないと言ってましたよね、いう状況ですからね、そうそう、うん、あんなあの誰でも打てる緊急注射って言われてるにも世界中がね、いろんなその薬剤師にも打たしてるのに、うん、歯医者にも打たせないっていう、この利権を守ろうとして、うん、だから国民の健康よりも自分たちの利権守るためだけにやってますからね、うんうん、このワクチンではね、はい、週刊誌でたけしさんがね、はい、インタビューで答えて言ってるんだけど、はい、これでもなるほどと思ってるんですけど、社会的風潮からすればおいらもワクチン打たないと打ちたいと言わないとしょうがない感じになってるよねと、うん、ただ医療従事者や持病のある老人が先に打つべきなのは分かるんだけど、どうしておいらが若いやつより早いのかと、その意味が分からない。だっていっぱい周りに感染させている若い連中がいるわけで、そいつらは自覚症状もない場合が多いわけだろうと、 PCR 検査で陽性になるやつも増えていて、そいつらが周りを感染させている、おいらも我々世代も重症化しやすいと分かっているから注意して生活していると、だから仕事でどうしても動かなきゃならない若い人たちからワクチン接種した方がいいと思うんだよねと。その通りですね、動く人の方が老人はさ、はい、だいたいもう用心しちゃって家から出ないとかね、はいはい、そうです、言うんでしょ、はい、花さんは打たなきゃいけない、動いてるから人にも会ってるから、だからその、はい、いやいやなんだっけ、施設とかね、はい、なんかはまあの老人たちは打った方がいいかもしれないけど、はい、だけどそのたけしさんのように、うん、どっちかといえば動いているそうです若い人に先に打った方が、はい、いいっていうのは一理あるなと、拡散もしてますからね、そうなんだな、はい、うん、どうですかねこれはね、和田君なんかどう、そうじゃない、いやまあそうですね、動いてる人にしないと、うん、じゃあ、うちの実家のおかんなんかも、うん、ほとんど固定した人しか会ってないですからね、近所の、だから相当感染リスクは低いなと思います、ね、うんうん、低いんだよな、はい、大体そうなんだよ、そうです、うん、
だからそういう意味では、うん、あの誰彼となく会ってる若者、うん、若者っていうか仕事でね、うん、いろんなとこ出張したり、うん、あのいろんなミーティングしたりとか、そうそう新規の営業をしたりとかする人とか ね、うん、あと飲食店の人とか ね、うん、そういう人からやらないとやっぱり、うん、あのダメだと思いますね。だから年寄り先にやるっていうのはちょっと考えもんだよな、はい。ワクチン接種後の副反応についても竹さんはですね、ワクチンには必ず副反応があるわけだと、うん、インフルエンザの予防接種だって打てばオイルは必ず肩が痛くなり時に腫れ上がったりすると、うん、でもこれって当然だろうと、体に異物が入るんだからしょうがないわけだと、うん、確かに脳血栓を起こして死ぬのは嫌だけど、うん、確率的には安全だよと、うん、自動車事故と同じで事故に遭うから街を歩かないとはならないよなと、うんうん、どう選択するかの問題だねと、はい、なかなか竹さんいいこと言ってますよこれ。そうですね、うん、そう思いますね。ただワクチンは本当に打たないっていう人いっぱいいるんですよ。いる？います。うん、もう本当に、ね、あそうアンチワクチンの人たちはいます。はい、はい、なのでやっぱでも7割6割とか7割はワクチン打ってるっていうか集団免疫に しないとそれ達成できないっていうかね、ワクチン打っててですから、まあそう思うとやっぱ自分は打たないとなっていうふうに思いますけどね。うそういう意味ではあのワクチンパスポート早く出してほしいなと思うんですよ。あ2回打ったとか1回打ったとか、もうアプリでもう出てて本人確認ができたら、うんうん、もうあの旅行行っていいですよとか、コンサート会場に入れますよというふうに知ってもらったら、やっぱみんな早く打とうとするんじゃないかなというふうに思いますけど、うんうんうん、はい、そうか、うん、文春はあの菅コロナ敗北の瞬間、はいっていう特集をやってるんですけどね、うん、非常事態宣言の期間をですね、まあ緊急事態宣言の、期間を短くしろという、はい、菅さんに対してですね、うん、田村厚労省がですね、厚労省がですね、まあ、反対したとかね、うん、絶対そのことダメですと、はい、言って反対したというようなことを取り上げて、結局、17日間、うん、11日までの5月11日までの17日間になりましたけど、これはそのオリンピックバッハ会長がですね、はい、5月17日に来ると、はい、この来日前に終わらせておきたいんじゃなかったという収束させたいというね、うん、はいはいはい、そうでしょうね。まあこれはまあ確かにそうかもしれないね、はい、うん、だやっぱ3月にワクチン打ち始めができなかったのがちょっと、うん、確保できなかったっていうね、うん、早い段階でワクチンを確保できなかったのが、うん、非常にもうこの五輪のね、うん、もうあと3ヶ月切ってるにもかかわらず、うん、今やっとワクチンどうしようとかいう状況になってるっていうのも遅すぎですよね。まあそうだね、はい、そうなんだよな、うん、本当日本の問題はこれだけ感染者が少ないのに、うん、まあ、病床数を絞っちゃってて、うん、逼迫してるからロックダウンじゃないですか、うんうん、他の国だったらロックダウンするレベルじゃないんですよね、うん、なんでロックダウンっていうか、まあ、こういう緊急事態宣言やるかって言ったら病床が足りないってことじゃないですか、病床を広げるように医師会が協力してないからじゃないですか。そうそう、はい、で僕はちょっと横浜市のコラムに書いたんだけど、例えばその日本財団がね、はい、去年のですね、うん、5月ですよ、うん、去年の5月の段階で、はい、パラリンピックのですね、うん、会場となるね、アリーナがあるんですよ、うん、そこに100床をですね、うん、作ってね、うん、もういつでも使ってくださいと、はいはい、こう言ったわけ で、うん、で今はそのパラリンピックも近づいたから、はい、そこはやめて、うん、その駐車場とかなんかにですね、うん、140床を作ってるわけ、はい、でそういうことをやろうと思えばできるわけだよ。できる、相手の土地なんかあるんだから、ね、はいはい、そうそうそう、ね、はい、でそういうことを他でやったって話はあんま聞かないんだよね。聞かないですね。やってんですかね、これやってないと思うんですよ、うん、だから病床を増やすことを医師会が反対してるしか思えないんですよ、うん、そしてそこに医師が行けばいいわけ。そうそうそう、医師会もそこに協力するっていうふうに言えばいいんですけど、うん、そうなんだよね、はい、だからそうなんだよ、結局そういうことやってんのかなと。医者ってもっとそのこうすごくて、例えばその目の前で人が倒れてるのをなんで倒す、治さないんだって僕は思うんですよ。消防車、
消防員が目の前で火事なのに、うん、ここ俺管轄じゃないからって言ってるような感じじゃないですか、うんうん、いやいやここ燃えてる以上消しますよっていうのが僕は医者であってほしいなと思うんですけど、うんうんうん、本当にその医師会として総力を挙げて政府と交渉してもうちょっとお金くださいと、うんうん、そしたら自分たちもそこで協力しますとか、うんうん、それ条件も出さずにやってるわけですよね、うんうん、そうなんだよな、はい、だから結局利権を離さないから注射もさせないわけじゃないですか、うん、ワクチンの、うんはい、